カサデ・ベラスケスは、スペインのマドリードにある、フランス政府の学術的、文化的、職業専門的性格を有する公私設法人で、ローマフランス学院、アテネフランス学院、フランスオリエント考古学研究所、フランス極東学院と共に、国民教育省が管轄する国外研究機関の5つのうちの1つ、学術、文化、職業における教育を行い、 スペイン及びイベリア世界の芸術、言語、文学、人類学、歴史、考古学における創造と研究を促進する目的を持ち、研究者、芸術家、教育者を養成している。1916年、芸術アカデミーの終身初期で、オルガニスト、作曲家であったシャルル・マリー・ビドールは、イタリア、ビラメディチのザイローマ・フランスアカデミーで、 長年フランスの芸術家要請が行われてきたことを受け、スペインでの芸術家要請、在マドリードフランスアカデミーを考案した。芸術家及び研究者の滞在施設を建設するために、スペイン国王アルフォンソ13世自らマドリードの2万平方メートルの土地をフランスに譲り与えた。1920年に建築家、レオンシフロの手によって整備された、 カサデ・ベラスケスは1929年に開館し、建築家カミール・フェーブルの手によって1935年まで増築され続けた。スペイン内戦によって破壊されたものの、1959年に大学都市として再建された。2010年から2011年にかけてカサデ・ベラスケスは大規模な工事を行い、その基本観が近代化された。 1979年にカサデ・ベラスケスは、ソフィアヒアン・アイモン・ジ・スカール・デスタン・リンセのもと、50周年を迎えた。カサデ・ベラスケスでは、毎年、フランス学士院と芸術アカデミーの審査により、在マドリード・フランスアカデミーにて、画家、彫刻家、版画家、建築家、作曲家などの13名の芸術家を受け入れ、スペイン・イベリア高等研究院にて、考古学。 歴史学、地理学、文学などの研究者を18名受け入れている。また、スペインからの小学生2名を受け入れるほか、1ヶ月滞在の学生への奨学金支給も行っている。イベリア半島滞在を必要とする仕事を行う、フランス人及び外国人の若手芸術家、博士研究者に対して開かれている。ありがとうございます。